アストロは、韓国の6人組男性アイドルグループ、ファンテイジを所属。2016年2月23日にミニアルバム、スプリングアップでデビューした。グループ名は、スペイン語で、天体、星、スターを意味しており、愛するすべての人たちにとって宇宙でありたい、星でありたいというメンバーの願いが込められている。アストロのファンクラブ名は、アストロ。 ハート、オールファンズとの二つの意味を持つアロハである。メンバーは、所属事務所であるファンテイジオが展開する、新人開発プロジェクト、ファンテイジオ移転園の研修生として、トレーニングを行いながら、グループ名が決定されるまでは、I, t ィー n b o y という歌唱で活動していた。2015年8月に、グループ名とメンバーが発表され、同月にウェブドラマ、 アストロの 2BE Continued で主演を務めた。2016年1月、リアリティ番組、アストロオーケー、レディに出演した。2月23日、デビューミニアルバム、スプリングアップがリリースされ、デビューを果たした。デビューショーケースが開催され、公式ファイクラブ名を、アロハにすることを発表した。デビューミニアルバムは、発売から1週間で、 ベイビルボードワールドアルバムチャートで6位、ガオンチャートで4位を記録した。3月6日、中国で開催されたラテビーエンターテイメントアワーズに唯一の韓国人アーティストとして招待された。7月1日、元 IOI のメンバーで現在はウィーキーメキのレーベルメイトであるチェユジョンを起用したミュージックビデオ付きのタイトル曲、プレスレスを収録したセカンドミニアルバム。 サマーバイブスをリリースした。このアルバムは、ベイビルボードワールドアルバムチャートで6位、ベイビルボードワールドデジタルソングセールスチャートで21位を獲得した。7月31日、ロサンゼルスのステープルズセンターで開催された、ケイコン2016に出演した。8月27日28日には、ソウル特別市のハンデンアートセンターで、初の単独公演を行い、 10月から11月にかけて日本、インドネシア、タイでショーケース、ザ・イチ・エスティ・シーズン・ショーケース・イン・東京2016を開催した。11月10日、サードミニアルバム、オートム・ストーリーがリリースされた。2月22日、スペシャルアルバム、ウィンター・ドリームがリリースされた。このアルバムは、式プロジェクトを締めくくる作品であるにもかかわらず、 音楽番組でのプロモーションは行われなかった。5月29日、ホースミニアルバム、ドリームパートレイ、01がリリースされた。7月15日から8月29日まで、初のコンサートツアー、ザ・ファースト・アストロード・ツー・ジャパンを、ソウル、大阪、東京で開催した。11月1日、フィフスミニアルバム、ドリームパートレイ、02がリリースされた。1月10日、 フィフスミニアルバムドリームパート令2が限定リリースされ予約注文だけで1万枚を完売した2月から3月にかけてアメリカ、カナダ、韓国、日本、タイなどで開催されたファンミーティングワールドツアーを開催した7月24日スペシャルミニアルバムライズアップがリリースされたこのアルバムは彼らの所属事務所であるファンテイジオの内部問題により 本格的な音楽番組出演などは行われなかった。本国でのプロモーションができなかったにもかかわらず、8月の1ヶ月間、名古屋、大阪、東京をめぐる日本ツアー、2018、アストロライブツアー、アストロード2 in Japan が開催された。12月、ファンテイジェミュージック所属アーティストアストロ、ハロービーナス、ウィーキーメキのスペシャルアルバム、 FM201.8 がリリースされた。1月16日、ファーストフルアルバム、オールライトが1年2ヶ月ぶりのカムバック作品としてリリースされた。初のフルアルバムのさらなるプロモーションのため、アジアと北米の都市をめぐる、ザ・セカンド・アストロードが開催された。1月29日、SBSMTV の音楽番組、ザ・ショーで初の音楽番組賞を獲得した。 4月3日、日本ファーストミニアルバム、ヴィーナスがリリースされ、日本デビューした。このアルバムは、オリコンチャートのデイリーアルバムランキングで2位を獲得した。11月12日、ファンテイジオよりムンビンが、体調不良により、一時的に活動を休止することを発表した。同月20日、シックス,スミニアルバム、ブルーフレームがリリースされた。2月13日、 デビュー4周年を記念したスペシャルシングルアルバム One and Only がリリースされ5月4日にはセブンスミニアルバム Gateway がリリースされた5月13日韓国の音楽番組ショーチャンピオンに出演しセブンスミニアルバム Gateway に収録されている Nock が受賞しグループとして2度目の受賞となった6月28日オンライン公演 2020はストロライブオン www が開催された。公演では6月28日にリリースされたデジタルシングル No, I don't を初披露した。8月14日、メンバーのムンビンとユンサナのグループ初のユニットを結成することを発表し、9月14日にデビューミニアルバムインアウトとしてリリースされた。後に音楽番組。 ザ・ショーの賞を受賞し、ユニットとしては初、グループとしては3度目の受賞となった。4月5日、セカンドフルアルバム、オール・ユアーズがリリースされた。初動売り上げは28万枚。オリコン週間アルバムチャートで1位を占めると同時に、過去作品もオリコントップ10に同時に侵入する快挙を成し遂げた。タワーレコードの全店舗総合アルバムチャートで1位を達成し、 二週連続一位を設計し、日本での人気を実感させた。5月1日、2021アストロジャパンオンライン、ファンミーティング、オールユアーズマイナスを開催予定。ミニアルバムスペシャルミニアルバムアルバムスペシャルアルバム、スペシャルシングルアルバムデジタルシングルユニットミニアルバム、ドラマ、韓国日本中国メンバー。ありがとうございます。